一般社団法人日本消化器外科学会は、日本の医師及び医学研究者を対象とした学術組織である。日本医学会文化会の一つであり、また、日本学術会議の協力学術研究団体である。会員数、約2万1000人を要する世界最大の消化器外科の学会で、主に消化器外科医で構成される。1968年4月12日に、 中山つ明によって発足された。日本では二人に一人が癌がになり、三人に一人が癌がで死亡するが、すべての癌のうち50%強を消化器癌が,が占めており、消化器癌診療においては、外科手術、内視鏡治療などを行う消化器外科医が中心的な役割を果たしている。また、消化器外科医は、癌以外にも、良性疾患と呼ばれる、胆石症。 急性中衰炎、腸閉塞、G、ヘルニア、炎症性疾患など多岐にわたる病気の診療に当たっている。学会の特徴としては、業績による評議員選出、大規模な学術集会、質の高い和分子、厳しい専門医制度、大規模な臨床データベース事業などが挙げられる。また、機関紙の完全電子化、教育事業の E ラーニング化、 YouTube、Facebook の公式アカウントの設置も実施している。年2回の学術集会の開催、学術雑誌の発行、会員のための教育事業の実施、消化器外科専門医、指導医の認定、市民公開講座の開催などがあり、これらの事業を通して、消化器外科学の発展や市民に対する質の高い、消化器外科医療の提供を目指している。 日本消化器外科学会雑誌、アンドズオブガストローオンターロジェクルサージェリーを発行している。https コロンスラッシュスラッシュ jsgs-50th-enniv.jp スラッシュ COMMEMORATIV-TALK1 73回日本消化器外科学会総会記念企画理事長提談。日本消化器外科学会。 2021年2月閲覧。トップパブリケーションズインジャパニーズ。Google ググスカラーメトリックス。2012年6月27日。閲覧。医療に関する広告が可能となった医師等の専門性に関する資格名等について2012年6月29日。閲覧。広告可能な診療科名の改正について2012年6月29日。閲覧。ありがとうございます。